はい。今回は共産党と強いつながりのある二刀夢野さんが代表を務めるコラボについてやっていきましょうか。コラボ二刀夢野さん対ひまそらあかねさんの戦いえ、裁判のはずだったんですけども、いつの間にかですね、コラボ陣営に共産党、それから立憲民主党、その他お仲間の方々が参戦してきていますと。えもっと言うとですね、その議員たちが自分たちの持つ権力を悪用してですね、 国にまで、こう、クレームを入れ始めているというですね、もう本当に卑怯な人たちなんですよね。国民から税金の使い方がおかしいんじゃないかーっていうようなですね、指摘しただけですよ、これ。<laughs> せっかく作った税金集中スキームが崩れてしまうだろうーっ,つってですね、えー、心配をしているんでしょうか、えー。自分たちの持つ権力ですとか、国を悪用してですね、必死に一般国民に対して圧力をかけてきているようですので、紹介していきたいと思います。 えー、今回はですね、ひまそらあかねさんもですね、こちらちょっと紹介されていました、えー、新聞赤旗に書かれてたですね、記事をもとにちょっとお話ししていきたいと思います。えー、ちょっとまず、ひまそらあかねさんが紹介してくださっていたツイートを紹介しますね。共産党と強いつながりがあるコラボ代表、二刀夢野さんで間違いないじゃん。本日の新聞赤旗、共産党が公文書開示に反対するなんてすげえもん見れたな。 女性たちやスタッフの安全を脅かしかねない情報が暴露されるなど、えー、山本一郎のシェルター晒し、注意してもやめないが、ここにつながるか、というのでですね、えー、記事の方もですね、こちらツイッターの方に貼り付けてくださっていたんですけども、そのままちょっと読んでいくと、まあ、バンになる可能性、ちょっと怪しそうなので、えー、どんなことが書いてあったのか、抽出して紹介していきたいと思っています。 ちょっとこのページのまま紹介していきますね。え、まずですね、記事の冒頭から、え、こんなコメントがありました。え、コラボなどの団体に対してデマが拡散されていると。<laughs> こういう一言があったんですけども、こういう一言で始まってるんですけども、あの、この時点でですね、もうコラボを守りたい。女性を守りたいんじゃないんですよ。コラボを守りたい。もっと言うと、税金中中スキームを守りたいというですね。まあ、この文書だけを読むと、コラボを守りたいというですね、もう <laughs>、女性じゃないんですよね、第一優先が。コラボですとか、税金中中スキームを守りたい。 スキームをですね第一優先にしているのがもう見え見えですよねひまそらあかねさんとかまあ一般の国民の人たちはですねコラボが用意した資料ですねそのまま読んでるだけじゃないですかそれでデマになっているっていうことであればそれはですねコラボの資料の作り方が良くなかったんじゃないですかまずはですね自分たちが見やすい資料を作るところから、えー、始めるべきなんじゃないですかねまあ、それでもどうしてもデマだっていう風うに言うんだったら、えー、本当の情報をですね公開すればいいじゃないですか 領収書出せばいいじゃないですか。散々自分たちは領収書出せ黒塗りじゃないかとかって言ってきてた人たちじゃないですか。もうダブルスタンダードってやつですよね。ダブスターですよ、ダブスター。自分たちはですね、証拠を隠しておいてですね、もうデマだーっていうふうにですね、言い続けるだけではですね、誰も信用しないと思うんですけどね。 まあ、デマだって主張するのであれば、その根拠をしっかりと示してほしいですよね。で、そしてですね、記事の方に戻りますと、このようなコメントが書いてありました。えっと、12月20日にですね、共産党の議員と関係省庁が集まって、コラボとコラボの愉快な仲間たちはですね、重要なんだっていうようなですね、<laughs> 認識を正したそうですと。 <laughs> えー、関係省庁まで動かすというですね。まあ記事を見る限りではですね、おそらくジェンダー平等委員会事務局長と、あと厚生労働省と内閣府の職員が参加しているんじゃないかなというふうに思います。まあ別にですね、僕らはですね、コラボみたいな団体が必要ないっていうふうに言ってるわけじゃないじゃないですか。 きちんと税金を正しく使っているかわからない。ま、あ書類を見る限りではですね、非常に怪しい税金の使い方をしているっていうですね、指摘をしているだけじゃないですか。それにですね、コラボ以外なんてですね、もうなんかアロマやってたりとか <laughs>、英会話やってたりとか、まあ、そんなことに税金が使われているわけですよね。もう明らかにどう見てもおかしいわけですよ。そんなのですね、自分のお金でやれよと自分で働いて、こう趣味でやるような話じゃないですか。 も食品なんかも適当に配ってますし、 本当にですね、支援が必要な女性に対して支援してますかっていう、言うとですね、これ証明できないんじゃないですかこの人たち。うん、もう明らかになんか適当に自分たちが仲いい女性ばっかり助けている。まあ、無料でなんかご飯配ってるだけにしか見えないんですけどね。で、続いてですね、記事に書かれていたのが、え支援する女性ですとかコラボのスタッフのですね、安全が脅かされているっていうふうにですね、言っていたんですけども、これもですね、どっちかというと、 アカさんの方がですね <laughs>、危険にさらされてますよね、まあ。国会議員しか使えないはずの部屋でですよ、会見していかにもバックに国会議員がいるんだぞっていうようなですね、圧力をかけて、さらにですね、7人も弁護士を集めてですね、弁護士からも圧力をかけてですよ、さらにですよ、弁護士としてのルールを破ってですよ、弁護士内で、えー、ひまそらアカさんの個人情報も共有してですよ、さらし上げてですよ、 もう国会だったり、今回の会議も含めてですね、国も使って圧力をかけようとしてるじゃないですか。これはですね、コラボ陣営なのかどうかわからないですけども、ひまそらあかねさんの住所ですね、えー、弁護士の,の間だけじゃなくって、一般にもネット上でもこう、ばらまいてたわけじゃないですか。これはまあ、あの、コラボ陣営じゃなくって、まあ、他の人なのかもしれないですけども、これですね、もう明らかにコラボ、それからコラボ周りの政治,政治団体のせいでですね、 えー、支援している女性、それからコラボスタッフよりもですね、ひまそらあかねさんの危険性の方がですね、もう何倍も高いですけどね。まあ、それでもまだまだこうやって圧力かけてきてるわけですからね。で、その他ですね、厚生労働省、それから内閣府の職員のそれぞれのコメントもありまして、えー、まずですね、厚生労働省の方のコメントなんですけども、えー、困難ををを抱えててていいいる女女性性のの支援を充実していくにはななどで居場所のない若年女性と向きき合ってきたノウハウハ 持っている民間団体を掘り起こし育成強化することが重要だとかですねあとはですね国として支援団体を守らなければならないというふうにですねコメントされているんですけどもなんでここで歌舞伎町限定の話なんだっていうようなところです。 ところですとか、まあ国として支援団体をなんでそこまでして守る必要があるのかっていうところですよね。支援団体かなり儲かってるらしいじゃないですか。本当に国の支援が必要なのかってかなり怪しいですけどね。うん。いや、こういうのが起きてるのって歌舞伎町だけじゃないんですけどね。はい。 そしてですね、内閣府ですね、内閣府といってもですね、これまたあっち系にお金が流れているというですね、え疑われています、あの事業に関連する部署である、え男女共同参画局ですねえ、情報公開請求で得た資料を曲解し、あたかも事実かのごとく動画や SNS に流すのは事業の妨害だというふうにですね、このようにコメントされています。まあ共産党だけでは足りないからですね、内閣府に今でですね、こうやって妨害だというふうにですね、言わせている内閣府など、 男女共同参画局っていうところもお仲間なんでしょうかね。で、それから最後にですね、もうなんか、これ一言余計だろうと思ったんですけども、え女性支援の予算拡充が必要なんだっていうふうにですね、共産党の方が訴えているんですけども、絶対この一言いらないですよね。<laughs> この一言があるせいで、あ、やっぱりお前らのための会議なんじゃんと。お前らのためにコラボを守ってる。お前ら税金中中スキーム残したいからこうやってギャー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 言ってるだけだろうと。いうふうにですね、この最後の一言でそう思ってしまいますよね。いやーもうなんか、これですね、あの、今年ですね、コラボに使ってる予算増えてるんですけども、まあ別の動画で紹介しましたけども、予算今年増やした結果ですね、見事にコラボですね、予算使い切れていないんですよ。 これですね、今年度の予算使い切るために今頃ですね、必死にいろんなところにお金回しまくってると思いますよ。自分たちが躊躇できる税金を増やしたいだけだろうというふうにしかですね、思えないんですよね。まあコラボもお金いっぱい溜まってますからね。まあ足りないどころか余りまくってますからね。 まあ、圧力をかけるというだけじゃなくってですね、最後にお小遣いを増やすための工作も忘れませんと。えー、さすがですね。<laughs> 税金集中スキームをですね、作り慣れてますね。こうやってですね、国を悪用してでもですね、コラボを守る、税金集中スキームを守る、えー、共産党についてですね、えー、ちょっとネット上の声も見ていきたいと思います。えー、まずですね、こちらのコメントです。相手の黒塗りは許さない。自分たちの黒塗りは正当だ。 絶対に公開されるべきではない。すがすがしいほどのダブルスタンダード。過去の自分たちが刺しに来てるぞーっていうんですね <laughs>。安倍元首相の時にはですね、黒塗りじゃないかー領収書出せーとかって言っておいてですね、自分たちは領収書一切出さないというですね、ダブルスタンダードにも程があるんじゃないかというところですね。こちら、いいねしておきたいと思います。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。すでに赤旗の罠にかかってるように見えるけど、多分実際は、 共産党が資料を曲解し虚偽の事実を流布するのは問題ではないですかって言ったところ 内閣府がもしそのような事実があれば問題です程度のやり取りだと思うっていうのでですね。まあ今回内閣府がですね、えっ、ー、と妨害だというふうにですね、コメントしたっていうふうに記事には書かれてますけども、本当に内閣府そんなこと言ったのかと。えー、内閣府の方がお友達であれば本当にそう言ったかもしれないですけども、中立な立場の人であればですね、えー、もしそのような事実があれば問題ですね、その程度しかですね、コメントしてないんじゃないかと。<laughs> まあ、赤旗の言うことなので、ありえますね。<laughs> 今日 3頭とグルでですね。オーバーに言ってる可能性はありますね。はい、こちらもいいね。しておきたいと思います。 え続いてはですね、こちらのコメントです。守るべきは支援団体ではなく、虐待や政策主の被害に遭う人々です。っていうのでですね、まあ、今回のですね、共産党の方のコメント見る限りではですね、女性を守りたい、えー。支援が必要な女性を守りたいっていうよりかはですね、なんとかコラボを守りたい。なんとか二刀夢のさんを守りたい。なんとか税金中々スキームを守りたい。なんかそういう風にしか見えないんですよね。 まあこの人たちからはですね、本当に支援が必要な女性を守りた,守りたくってやっているっていう姿がですね、一切見えないんですよね。はい。こちらもいいねしておきたいと思います。 えー、今回ですね、共産党がコラボですとか、税金集中スキームを守るためにですね、えー、国まで動かして、ひまさらあがねさんに圧力をかけてきているというようなお話について紹介させていただきました。皆さんですね、このような必死な共産党、それからコラボについてですね、どのようなご意見をお持ちでしょうか皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。 え、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、概要欄にこちらのツイッターのアカウントも載せていますので、ツイッターのフォローの方もお願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた。次の動画で。